向けは。よし、行こう。見晴らしタワーの中に潜入。いいのかな。うわ、なんだこれ、どうなってる。すごい、誰だこの落書きしてるやつは、ね、確かにうまいな。でもなんかむちゃくちゃになってんな。でもなんかいいのかな。うわ、美味しそうなバナナ。ほら、マリアさんの大好きなキノコもありますわ。本当だ。あ、違う、エカ。あ、エカ。すごくリアルで間違えちゃいましたわ。このね、絵にタッチ的にリアルすぎた。あ、マリアさん、真ん中に大きなスカスカ穴。確かに。これだけ大きいと紙ペラがたくさんいりそうですわね。よし、紙ペラで直そう。うわー、紙ペラがほとんどなくなっちゃった。とっても大きな穴だったけど、なんとか塞がりましたわ。そうだな。うわ、あら、これもしかして兄上のお顔かしら。どう見てもそうだよね。わー、とってもお上手。確かにうまいけどさ、壁の絵と同じ方が描いたんですわね、きっと。確かにタッチ的にね。え、兄上。そうだよ、オリーだぞ。これってもしかして兄上を知ってる誰かが描いたってことかしら。知らずに描けないよな、こんな絵。とにかく、なんかどうすればいいんだ、探っていこう。ねえ、お土産見てよ。お土産、何これ、見晴らしタワーのお土産だね。なんか変な色だね。叩いてみようか。お土産叩く、お土産叩く。わあ、キノピオ。やっぱり一日中立っているなんて、なんて退屈なんだ。タワーって我慢強いな。まあそういう風に言うとね。見晴らしタワーへようこそ。お腹が空いたら2階のレストランへどうぞ。2階はレストランフロアなのか。いらっしゃいませ。ここはお土産コーナーです。ああ、だからいっぱい売ってんのか。とはいえ、お土産品じゃマリオさんのお役には立てませんよね。まあ確かにな。代わりに私のおやつのキノコをお売りします。ぜひお立ち寄りください。おお、キノコは役に立つ。おお、コインいいのか。レジからコイン取って。おお、穴開いてる。どうする、これ、紙ペラもうないぞ。でもじゃあ取りに行こうか。取りに行くか。うわ、ちょっと待って、何これ。外に棒みたいなものが刺さってます。出られなくなっちゃった。これで外に出られましょうわ。まったく迷惑な棒ですこと。本当に。とりあえずタワーの上を目指すしかないのかしら。どんな棒だ。よし、とにかくここら辺を探っていくしかないみたいだな。あれ、キノピオが挟まってる。痛い痛い、無理に引っ張ると破れちゃいます。あー、ごめん、今までいろんな人をいっぱい引っ張ってきたから。まあそういう感じね。受けていただきありがとうございます。マリオさん、見晴らしタワーへようこそ。当タワー最上階から絶景をぜひお楽しみいただきたかったのですが、はい、体がカクカクで大きな口にいろんな牙が生えた怪物に襲われました。この落書きも全部あいつの仕業です。マリオさん、お気をつけて。そんな怖いやつが。それってやっぱり兄上の仲間かしら。怪物なんて怖いけど、マリオさんがいるから大丈夫ですわよね。まあまあまあ、任せろよ、大丈夫だよ。俺はルイじゃない、マリオだ。うん、わかったわかった。あそこキノピオじゃん、柄的にね。おお、動いた動いた。くるくる巻きの癖がついて巻き髪になっちゃいました。巻き髪になっちゃいました。巻き髪になっちゃいました。3人分言ったんだね。全部色違いだ。これはキノピオだな。よかった、気づいてもらえた。分かってたよ。壁に貼られて気づかなかったけど、この絵すごくうまいですね。何で描いたんだろう。確かに色がついてるよな。何で描いたと思う。絵の具、色鉛筆、ボールペン、いろいろあるよね、色が出るのって。色鉛筆かな。ちょっとあれだね、タッチ的には色鉛筆だな。うんうん、色鉛筆っぽいね。そうだな、このオリーの絵なんか特にね。うん、特に色鉛筆。わ、ここにブックスタンド。キノピオが刺さってた。目が回ってしまいましたけど、ちょっとしたアトラクション気分で楽しかったです。いいな、楽しい名店。アトラクション気分で楽しかった。楽しかった。階段がスカスカでレストランに行けない。お腹が空いたらどうしよう。どうしようもない。エレベーターがあるよ。そうだね、展望フラワー、エレベーターで4階です。どうかお気をつけて。大丈夫、ブルブルしてるけど。さあ行ってみよう。エレベーターで行くしかない。エレベーターがあるんだから大丈夫だよ。確かに。ねえ、ねえマリオさん、エレベーターといえば私やってみたいことがあるんで。なんだい。5本。どうしたんだよ、オリビア。
それでは上へ参ります。ああ、エレベーターがあるね。なんかいろいろ絵がある。どんどん上に行くぞ。まもなく4階展望フロアでございます。はい。わーい、どうですマリアさん。いいんじゃないの。私一度でいいからエレベーターガールやってみたかったんです。なるほどね。紙テープの帰りは「で参ります」をやりますね。了解、任したよ。うわ、ちょっと待って、何これ。うわ、ちょっと待って、何これ何これ、何これ、やっぱもう完全にやばい。あー、危なかったですわ。これ何かしら、とんがった棒みたいな色鉛筆に見える。どうしよう、これじゃエレベーターガールができないですわ。そっちじゃないだろ、まずオリビア。マリアさん、早くこの危ない棒、あ、この危ない棒をなんて余裕ぶっこいてんだ。なんとかしてください。いやいや、するけどさ。よし、叩くぞ。叩く以外できねえんだよ今回のマリアはね。おら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 、この危ない棒め引っ込んでろ。これでいいか。うわー、ちょっと行きたい、だだ落ちる。うわっと、ブルル、早い早い。うわっと、だいたいたたたたた、いった。ちょっと今のは死ぬかと思った、さすがに。まもなく4階だったのに一気に1階まで参っちゃった。参った参った、参った参っただな。いや、ちょっと待って、何これクリボー。うわー、いきなり言わせこい、このクリボーたちめ。今回もな、見晴らしタワーの中だが、キノピオたちはみんな見てんだよ。燃え尽くしてやる。俺のファイヤーマリオのファイヤーボールアタック4回分。しゃあ、この見晴らしタワーで暴れるやつなんて許せない。よし、これで紙ピラがゲットできたってことだよ、オリビア。うん、あのスカスカを直そう。階段登るしかないね。ここを直せば階段が登れるな。エレベーターは壊れてしまった。ギリギリだな。ギリギリ紙っぺら足りたね。なんとかいけるぞ、これで。レストランフロアに行こう。うん、ここにも落書き、しかも食い物が。こっちの部屋はなんだ。ここはハテナブロックの落書きがある。しかしあっちのスカスカは直しきれないな。あらら、上に行く階段がスカスカのスカスカですわ。ちょっと穴が大きすぎるね。これは紙っぺらがたくさんいるかも。そんなに集められるかしら。見晴らしタワーだけで集めないとな。マリオさん、ちょっといいですか。いきなり出てくるなよ、キノピオ。そこのレストランでは、飲食店にあってはならない大惨事が起きようとしています。それは一体何だ。このままでは恐ろしくて、キッチンなんて入れられません。あは、恐ろしい。なんだその恐ろしいことって。大惨事が去ったら教えていただけないでしょうか。もちろんお礼はいたします。わかった、俺が先に見に行く。結構ビタッて貼られてる、かわいそう。どうやって行くんだろう。ここに、あれ、ブロックがあったみたい。どうやってやんの。ブロックがなくなってる。お、わお、ハテナブロック回収率 100%。 やったな。これで剥がせば大丈夫か、キノピオ。後ろにキノピオの絵があるんですけど。え、これ私。いや、色違うしね。全然似てない。私は赤キノピオじゃなくて青キノピオです。本当だな、この絵は下手くそすぎる。あ、失礼しました。マリアさんに怒っても仕方ないですね。助けていただきありがとうございます。これどうぞ。ありがとう、キノコくれたよ。しかし、いろんな絵を見てきたが、この絵は下手くそだな。青と赤の色間違い以外は割とよく描けてるな。そうなの。よし、行こう。ここはもう行けそうにない。すまん、叩いてみた。あれ、上手？上手じゃないよ。この絵は上手いけどね。大惨事ってどんなんだろうね。レストランに入ってみればわかるんじゃないか。確かに。うわー、確かに荒らされてる。大惨事だ。あー、これはひどい。うわ、なんか動いてるぞ。棚が動いてる。前に食べよう。あー、助かった。でも全開なんだけどね。コインフローズに勝手に食べちゃったけど、いいのかしら。いやー、それはまあいいでしょう。これが大惨事、もしかして。揺れてる揺れてる。あー、大丈夫か、キノピオ。助かりました。狭いところに入れられたせいで首がちょっと痛いです。折り紙兵のやつらが清潔なキッチンであんなこと。あー、これ以上怖くて言えない。何があったんだよ、怖いって。奥の部屋に入れそうだね。怖いなー。
なんだ、人参？うわー、何これ、鍋に落書きされてる。お、目玉焼きが。大丈夫か、キノピオ。目玉焼きにおられるなんて、そんなに私目玉焼きに似てますか？まあ、ある程度似てる。確かに私、子供の時のあだ名は目玉焼きでした。全員黄色いキノピオは目玉焼きじゃねえか、じゃあ。うわ、100も回復すんの。あ、キノピオが捨てられてる。生ゴミと一緒に捨てるなんてひどいです。確かにひどすぎりゅう、うん、ひどすぎりゅう。わお、引き出しの中にも。片付けは突っ込んだらいいってもんじゃないですよ。確かに整理整頓できてるとは言えないな、それは。 XX どうしたんだ、レストランで何があったの？いろんなとこ片っ端から開けて調べてみます。わかった。あそこにも。おお、キノピオ、ありがとうございます。もしかして私の体重バレちゃった？まあバレたところでどうでもいいだろう。確かに。あっちにコインがあるぞ。うわ、キノピオがピロピロしてる。ピロピロ、なんだろうね、大惨事って。なんもないじゃん。いやー、レストランが荒らされてるってことじゃないか。そうか。ここから折り紙編に投げ入れられたんです。ひどいですよね。ナイスコントロールだな。でもよく考えたらここから入るっていい腕してますね。だよね。まあ今冷蔵庫開けてみよう。そうだな。特に何もないけど。なんだ、揺れてるけど。うわぁ、なんだこれ、クリボじゃないよね。動きはね。棒だよね、棒。動きは、いや、痛い。動き的には気持ち悪いな。しかし、あの、あれか、これは大惨事だ。なんとかしてやっつけよう。マリオさん、こいつらまるであれみたいです。あれみたいだ。ゴキブリ G だな。ゴキブリです。よっ、いろんなところに行きやがって。よしよし、ここの部屋はあと上だ。上に2匹いる。なんであんなに。うわぁ、飛ぶよね。飛ぶやつもいるよね。飛ぶ動きもいるよね。飛ぶやついる、確かに。飛ぶあれがいるよね。飛ぶ G もいる。さらに、よし、これでいいか、ここは。うん、じゃあ、また探して。とりあえず収まったかな。全然収まってない。なんだよ、もう気持ち悪い。そりゃ気持ち悪い。これはもう大惨事。叩きまくるしかない。あ、そういうことか。それで多分あれじゃない、いろいろ投げてぐちゃぐちゃになったってことか。そうそう、ゴキブリを倒そうと思って。しかし冷蔵庫に収まってたのが気持ち悪いな。なんで冷蔵庫に入ってる。これでいけるか。あそこにいた。あ、いた。見にくい場所にいるね。あそこにもいた。隠れてたが。よし、この壁に。オッケー、これで全部か。収まった。よし、なんとか収まったみたいだな。レストランがめちゃめちゃです。さっきレストランの大惨事が収まったら教えてって言ってたキノピオがいたじゃん。あ、行こう。あそこに行こう。おい、大惨事は終わったぞ。もう恐ろしい気配がしない。もしかして大惨事を解決してくれたんですね。無事に解決だ。ありがとうございます。こちら、お礼の紙っぺらのみじん切りです。みじん切りにする必要はないけど、ありがとう。これでこのスカスカ直せそうだな。よし、なんとか直した。はあ、これでスカスカは全部直ったみたいだ。お、とうとう外に出てきたな。って開かない。押しても開かないみたい。確かに。この中に入らないと上まで登れなさそうだけど、どうにかして入らないとな。うわ、ちょっと待って。なにミサイル？棒です。棒ですっていうか、ミサイルにしか見ない。危ない。誰だ、こんな厄介な棒をミサイル状態にして飛ばしてくるやつは。色鉛筆？色違いも来たぞ。色鉛筆じゃん。ちょっとやばい。何本飛んでくんだよ。危ない。どうすればいいんだ、オリビア。またあの棒、どこから飛んでくるの。危なすぎですわ。痛いよ。え、オリビア、私の顔に何かついてますね。いや、危ないってか、当たったよね今。当たってません。ギリギリ避けたの、すごい。あ、そこのひび、怪しい。そこにぶつけちゃってみて、オリビア。よし、今だ。オッケー、行こう。中に入れた。やべえ、どうしよう。どうにかして上に行こう。エレベーターは壊れちゃいましたわ。そうだ、さっき落とした。落ちた、壊れた。何か他の方法。あ、はしごがある。はしご、なんと、大丈夫。
遅すぎ、ギリギリ来るか来ないか分かんないけど、あー、また狙われてる、ロックオンされてるぞ、危ないぞ、オリビア、やった、ハート、ふぅ、やりが壊れた一発アバ持ってくれた、大変なことになってる、早くはしご降りてくれよ、何してんだよ、もたもたするな、はしごだろ、お前、はしごだったらさっさと降りるもんだろ、普通、そんなにゆっくり落ちるはしごなんて今までどこで見たことある、いやどこでも見たことない、あここで見たことある、ここにしかないと思う、このはしごは絶対おかしい、こんなはしご誰が作ったの、見晴らしタワーの責任者を呼べ、責任者はどこだ、責任者いないのか、見晴らしタワーって言った、あーちょっと待って、ミサイル多すぎる多すぎる多すぎる、はしご降りた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 、ありがとうはしごくん、もう君のはしごを頼るしかないんだ僕らはね、うん助かった、ふう見晴らしタワーの責任者にありがとうって言いたい、めっちゃ飛んでる、危ない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 、どんだけ飛ばしていくんだよ、やば、危な、あー刺さってる、突き刺さってる鉛筆だ、あここでさ突き刺さったんじゃない、色鉛筆、確かにさっきの色鉛筆だな、ええ、キノピオなってるじゃん、さすがマリアさん、偽物の色鉛筆を見抜けることはすごいです、まあまあそうだな、俺にはここは4階展望フロアなんですが、なんとこの上の屋上から色鉛筆が飛んできたんです、確かにさっきからいっぱい飛んできた、マリアがシーンってなる時のやつ、あーテレッテレレッテレッテッテだね、誰がマリアさんにそんな絵描いたんですか、こいつに描き上がって色鉛筆だね絶対、確かにもう色鉛筆が飛んできてるからな、いろいろな牙ってもしかして色鉛筆のこと、いろんな色があるってことか、よしとにかくセーブしよう、いやする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 、忘れるところだった、よし行こう、この上には絶対何か危険なやつがいる、色鉛筆がいるの、気をつけるんだオリビア、やったな、紙テープありましたわ、赤テープはここから伸びていたのね、兄上のマークがついてるから多分そうかも、よし、あれを壊せばいいのかしら、ジャンプでガツンといっちゃいます、やっちゃいましょう、よいしょ、痛いな、さっぱりですけど、ダメ、ジャンプに気合が足りないのかしら、気合のいるジャンプ、どうすりゃ、あーマリオさん、俺が言ってどうすんだ危なかった、棒が本当にしつこすぎ、危ない、よし、もうちょっとで当たったのに、なんだこいつ、危ないオリビア、今度は、いや危ないよもう色鉛筆、ここまでたどり着くなんてなかなかやるざんすね、ミーは文房軍団の偉大なアーティスト、ジャンピエール色鉛筆十二星ざんす、赤の紙テープを守るのがオリー様に託されたミーの大事なお仕事、お前みたいなペラペラは華麗なミサイルは後でボッコボコにしちゃうざんす、文房軍団ジャンピエピエ、ジャンピエピエ、なんだっけ、もう忘れた俺も、あーもう長くて覚えられない、ただの色鉛筆でいいですか、あー確かにな、もう色鉛筆やろう、やっぱりアニニューに言われて私たちの邪魔をしたので、絵がちょっとかなり上手だったからって調子に乗らないで、確かに絵はうまいな、このマリオさんはとっても強いんですよ、あなたなんてポコポコですわ、ポコポコにしてくれそれで私はマリオのそばで応援しちゃうから、応援頼んだぞオリビア、とうとう来たな、ボスバトル、いろいろ鉛筆十二色、ペラペラなお前らの体をキャンバスにしてやるざんす、鉛筆の箱、なんだこいつ、あの蓋かっこいい、色鉛筆の箱、文房軍団鉛筆の箱、よしオリビア、相手の攻撃がどうなってる、落下完了、あらら、あの魔法陣光が消えてますわ、お休み中なのかしら、寝てる場合じゃないぞ、あのパネルも初めて見ますわ、オンオンオン、何かのパワーをオンにするみたいな、確かにそれは踏めるようだったら踏んでいこう、よし、まあ、まずは攻撃しよう、あとオンも押してみようか、後ろから攻撃できるぞ、これで行ってみよう、オリビア、手紙は何だ、ミサイルのターゲットを避けて色鉛筆の背後に回り込み、ハンマーで蓋を叩くと、わかった、背後にちょうど回れるし、ハンマーで蓋を叩こう、オンは魔法陣がオンになったみたいだ、チェー全部外しちゃったか、よしここでハンマーでぶっ叩くんだ、あの手紙通りにやればいけるはずだ、いくぞエクセレントアタック、閉じたぞ、しまった、
蓋が閉まった。モーミーさん、ありがとう。まだないダンス。口の中もうめちゃめちゃ痛い。お口の中でミサイル大爆発ですわ。やったぞ。相手は混乱中だ。あのおしゃべりな口も中は意外と柔らかいのね。柔らかいのか、中は。何するんだろう。中が柔らかいっていうことは中を狙うんじゃない。よし、中を攻撃する。よし、これでいこう。この手紙を読めばいろんなヒントが。ミサイルがない、今がチャンスだ。口の中を狙って攻撃しよう。ただし近づきすぎると危ないぞ。やばい、近づきすぎてしまった。いくぞ、口の中は柔らかいはずだ。おらおりゃおりゃりゃりゃ、何回踏めるんだ。敵のアクションが来る。気をつけてガードだ。よし、ナイスガイド。ぶんね、近くにいたらカビついちゃうぞ。やばい、近くは危険だ。本当だ、あの手紙通りだな。うん、ミサイルはまだまだいくらでもあるざんすや。リロード完了。なんかふざけた野郎だな。調子に乗りやがって。よし、ミサイルに気をつけながら。よし、なんかあのアクションボタン1個追加でいただこう。これでパワー回復したから大丈夫だ。ミサイルのターゲットを避けてイエロー鉛筆は背後に回り込み、ハンマーで蓋を叩くと、さっきと一緒じゃねえか。蓋を叩くことは分かった。ここはハンマーだな。2回できる。アクション2回分。2回アクションできるようになっちゃったぞ。とりあえず一発、これで蓋が閉じたね。もう1回攻撃できる。蓋が閉じた状態でも当たるんだ。でも硬いな。ブラッド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 ッ。近づかないように遠くから今度はジャンプ攻撃だ。よし、これで OK。 宝箱は、おし、コインとハートだ。行くぞ、今度こそブーツだ。遠くから攻撃すれば安全なはず。おりゃおりゃおりゃ、もう一発。どうだ、近くにないチャンス。当たらないチャンス。遠すぎて届かない。ち慎重。反対だった。大丈夫かあいつ。くっそ、危ない。このままではやられる。それでは必殺技、アーティスティックローリングミサイル。なんかおかしいなこいつ。もうローリングミサイル。見よ、この私のローリングミサイル。色鉛筆がカラフルに回ることによって、このガトリングガンのようになったミサイルをあなたにぶちかましてやるよ。怖いね。気をつけろオリビア、あいつは変態だ。ちょっと待て、あれはなんか怖いから、神の手で、神の手を使ってみよう。魔法陣発動。どこを掴むの。掴むって出たぞ。鉛筆を掴め。よし、今だ。ほら、お前のローリングさんだ。ミラクルウィア鉛筆アタックをこんだけ食らしてる。オラ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 ラッシュオラオララッシュオラオラ。どうだどうだ、自分の色鉛筆食らってどうだ、うまいだろ。ボコボコじゃん。ボコボコにしちゃったぞ。よくまだ一度ミサイルやってくれたな。お前なんかミサイルがなくてもガードでゼロです。もうあかん。微妙に残ってんのかあれ。倒したと思ったのに。よし、宝箱をいただいてとどめを刺そう。ここからだったらジャンプ攻撃が良さそうだな。最後キラブーツで踏んであげるさ。ドッカーンドッカーンドッカーン。ほらーおぶらー、やったぜオリビア。色使うの慣れてますね。文房軍団恐るべし。まさかデスさんも狂ったことがない、この完璧なミーが。まさかやられるなんて。アートはアートはアートは爆発ざんす。ボカン、先にボカン言ってみます。ボカン。魔法陣だ。魔法陣が出てきました。紙テープを守ってた色鉛筆から出てきたなら、きっと大事な魔法陣かも。きっとそうだ。これであの紙テープを握って叩けば
叩いて叩いて叩けまくればこのおり印がアニメ印がぶっ壊れて、うわぁ、ちょっと紙テープがもう弾けてったよ。おぉ、綺麗。うわぁ、すごい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 、やった、これで赤はなくなった、赤い紙テープが完全になくなったみたいだ。うわ、紙っぺらめっちゃ降ってきた。おめでとう、赤紙テープクリア、やったな、オリビア。ん、何これ、カラフルな紙テープのちょっと綺麗なやつ、紙っぺらマックスアップ、マックスアップ、やった、もっと紙っぺらが入れられるようになったんだ。わー、やりましたわ。マリオさん、やりました。私、赤の紙テープをクリアです。これもマリオさんと私のおかげですわ。そうだな。あ、袋がちょっと大きくなって、持てる紙っぺらも増えたみたい。そりゃ便利になってよかったぜ。さーて、この勢いで次の紙テープもどんどんいっちゃいたいです。次は何色の紙テープでしたっけ？次はあれだな。そうですわ。赤いお富山の青テープ。次に目指すのはあそこですわね。だな、オリビア。望遠鏡10コイン、見てみよう。あれか、ピーチ城。うん。10コインでこれ。10コインでこれか。ぼったくりだな。動かせない、ね。よし。それじゃあ次はあの赤いお山の青い紙テープを目指して頑張ろう。次は青の紙テープ、赤いテープがなくなってロープウェイに乗れるかも。そこだな。ということで次回頑張るぞ。はい、じゃあ今回は以上です。この動画が面白かった、続きが見たいと思った人はグッドボタン押してね。チャンネル登録もよろしくね。他にもたくさん動画があるんで見てください。見てね。それじゃあ次回の動画でまた会おう。バイ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 。あの